ウラジーミル・イワノビチ・クロエドフは、ロシア連邦の軍人、ロシア海軍総司令官、上級大将、沿海地方、バンブロボ駅出身。1967年、エソオマカロフ名称太平洋高等、海軍学校を卒業。卒業後、太平洋艦隊に勤務し、警備艦の広報戦闘班長、艦長、対戦官僚団参謀長を歴任。 1978年、海軍アカデミーを優秀で卒業し、太平洋艦隊において、水域警備艦旅団参謀長、総海底旅団長、小艦隊参謀長を歴任。1989年、ロシア連邦軍参謀本部軍事アカデミーを金メダルで卒業し、太平洋艦隊の小艦隊司令官、バルト艦隊参謀長を歴任。 1996年2月から太平洋艦隊司令官。1997年7月から海軍参謀総長。同年11月7日、海軍総司令官に任命。2004年3月23日、クロエドフは突然原子力巡洋艦ピョートル・ベリキーがいつ爆発してもおかしくない状況にあると発表した。彼はピョートル・ベリキーが 原子炉を搭載していることの危険性を強調し、核爆発の危険性を匂わせるような発言を公式の場で言った。しかし、同日夕方には原子力システムの保安設備は正常に稼働しており、核爆発の危険はないと前言を翻し、居住区画などの状態が基準に達していないだけで、同感が危険な状態にあるとの報道は事実に反していると語った。なぜ クロエドフが突然このような発言を行ったのかについては、様々な憶測が流れ、北方艦隊上層部を失脚させるために嘘の情報を流したという見方や、海軍総司令部内の派閥対立が背景にあるという観測も出た。当時のピョートルベリキー艦長、ウラジーミル・カサトノフ大佐のおじで、1990年代半ばにロシア海軍総司令官、 第一代理を務めたイーゴリ・カサトノフ退役大将は、前年に起こった2003年8月の退役厳選、K-159 沈没事故の際の対応をめぐり、クロエドフ総司令官を激しく批判しており、クロエドフがこれを逆恨みして、イーゴリのおいで、現役海軍大佐のウラジーミル・カサトノフの経歴に、傷をつけ、あわよくば失脚させようとしたようである。事実彼は、 居住区画などの状態が基準に達していないことで艦長の責任を問うなどと発言している。彼はロシア軍の上級大将の定年である61歳の誕生日を前に解任された。クロエドフの解任については対立する二つの見方がある。彼が海軍の数多くの厄介児に責任があったため、あるいは大統領が海軍において より厳しい規律の必要性を強調しようとしたために首になったと推測されている。最大一時を有する。ありがとうございます。